来ましたね。おお、トマツパン。今の何の音パン？え、家のインターホンの音だけど。いやいやいや、某ハンバーガーショップで聞いたことあるパン。まあまあ、細かいことは気にしない。ええ。お、ついに、ついに来ましたね。ちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。来たって、一体誰が来たのに？メグパンにもわからないパン。ピラッチも。いやあ、お待ちしておりました。さあどうぞ。お邪魔します。みんなお待たせ。一体誰が来たパン？紹介します。こちらが今回のコラボ相手の、アクミヤさんだー。はじめまして、アクミヤです。今日はよろしくね、マスコッツのみんな。なんでアクミヤさんがここにいるパン？ピラッチ先が知るわけないっつ。忘れてる。ちょっとみんな思い出してよ。それにキラッチだって自分の赤で他のフォロワーさんに自慢してたじゃん。あ、そうだったっつ。すっかり忘れてたパン。思い出したのに。大丈夫かよこの子たち。改めまして、どうも皆さんおはこんばんにちは。うぷ主のヒデンダイトと。ピラッチだっつ。メグパンがパン。ラリリラリということで、ついに、大テレチャンネル初のコラボ動画だぜー。その気になるコラボ相手は、アクミヤさんだー。はじめまして、アクミヤです。ヒデンダイトさん、この度はコラボのお誘いを引き受けてくださり、ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、コラボのお誘いありがとうございます。ここで、アクミヤさんについて簡単に説明します。アクミヤさんは、ぷよぷよクエスト、プリちゃんなどの実況動画を主に投稿している方で、僕の動画と違うのは、PC で編集してるところですね。そして2月にチャンネル登録者300人を突破しています。アクミヤさんのチャンネルは、動画説明欄の方に URL を貼りますので、気になった方は見に行ってみてください。ご説明ありがとうございます。あと、アクミヤさん。この間の質問コーナーに参加していただきありがとうございました。どういたしまして。ということで、早速今回の企画に入ります。題して、アクミヤ VS マスコッツ、ジャクコミャックイズ対決？突然ですがアクミヤさん、ジャクコミャックって知ってますか？あ、知ってます。確か、日本語の歌詞や言葉を Google 翻訳を使って、様々な言語に翻訳した後、日本語に戻す行為のことですよね。その通り、よくご存知で。おや、高橋さんが逆翻訳の動画出してるのを知っているので、なんとなくですが。ということで今回は、アクミヤさんとマスコッツの3人で逆翻訳クイズ対決をしてもらいます。おう。それでは、ルールを説明します。これから逆翻訳されたキャラの名前とか言葉とかが出てくるので、それが何のキャラの名前か、また何の言葉を逆翻訳したものかを当ててもらいます。問題は全部で5問で早押し問題です。正解数の多い方が勝ちです。ちなみに負けた方には、やべえ！罰ゲームが待っているので気をつけてください。ルール説明は以上です。それでは、今から準備します。それでは準備はよろしいですか？三人で力を合わせて頑張るっつ。うん。なに？が、頑張ります。それでは、早速参りましょう。第一問。これは何のキャラクターの名前を逆翻訳したものでしょう？わからないっつ。あ、わかったパン。え、なにっつ。これは、ボニョボニョパンボニョボニョパン。わかったっつ。はい。はい、マスコッツチーム。ミュークルドリーミーのミューちゃんっつ。その通り、なんで一発でわかったんだ？すごい。やったーだる。さすがメルパン。それほどでもあるパン。お見事、マスコッツチーム1問正解です。やったーだる。ぐー、次は正解してやる。それでは、次の問題。第2問。これは何のキャラクターの名前を逆翻訳したものでしょう？これは多分、ボニョボニョパンボニョボニョパン。わかったっつ。はい。はい、マスコッツチーム。未来ちゃんっつ。残念、未来ちゃんではありません。え、
そんな、ジゴンパン？やんねんなり。ふう、危ない危ない。マスコッツチームお手つきです。続けます。あ、もしかしたら、はい。はい、アクミヤさん。リルリルフェアリルのリップちゃんです。その通り、お見事です。アクミヤさん、一問正解です。やったー、悔しい1球。次は正解してやるパン。さあ、すべての問題の出題が終わりました。絶対ティラッキュたちの勝利中。どうかかってますように。それでは結果を発表します。今回の逆翻訳クイズ対決の勝者は、アクミヤさんだー。え、嘘。よっしゃー。勝ったぞー。アクミヤさん、おめでとうございます。ありがとうございます。悔しいパン。でも、おめでとうラリ。アクミヤさん、みんな、ありがとう。それでは、負けたマスコッツチームには罰ゲームとしてこれを食べていただきます。マサチョ、これは絶対ヤバいやつパン。気持ち悪いラリ。さあ、早く食べてくださいね。ふぅ、はぁ、ふぅ、はぁ、よし、行くっちょ。せーの。いただきます、ラリー。これは。皆さん、お味の方はどうですか？あれ？みんな、美味しかったら返事してください。いや、ダイトさん。みんな、まさかのあまり気絶してますよ。やっちゃったぜ。いや、やっちゃったぜじゃないですよ。何ちょっとかっこいい言い方してんですか。なに、W。せーのを待っています。今のパンの音は何ですか？はい、インターコムが自宅を見ているよ。なあなあ、私はパンを買うためにハンバーガーに行きました。はい、私はもっと知りません。はい。最後に、最後に。あなたはここ。私はしばらくにな。ようこそ。さあ、トイサリは行った。はい、パンは合いません。ルービーキラ1。いいえ、私はそれを待っています。お入りください。私はあなた。お待ちください。パンのケーキは誰ですか？実行者。パートナーが利用可能です。エコミヤさん。エコミヤに参加。今日はマスクで応援することに興奮。なぜ石間さんはここにいるのですか？私はそれ、誰もが、思い出した。また、キラ長は、ギャラクシーや他のファンを、誇りに思っています。何が、W はほ、私はそれを完全に、ラリアリメンバーに。これらの子供たちは大丈夫。また、シルバリーヘミング。以下のアバンガイド。ケイが超悪く、メグ、グリ、ライブラリオルビ。だから最後に、これは、コンソールに投稿された最初のグループビデオです。パートナーが関心を持つ、エコミヤさん。エコミヤに参加。ええ、先生ヘイデンダフと会社の招待を受け付けてくれてありがとう。いいえ、ご招待いただきありがとうございます。ここでは、アクネの簡単な説明です。ニキビツ。親愛なる少年原作や未来などを大切にする人は、私の映画の違いは何？コンピュータで編集。2月の参加者数は300人を超えた。興味がある場合は、ビデオの説明でエコミヤ側のアドレスに移動します。説明をありがとう。また、アクミヤとの質問のコーナーを聞いてくれてありがとう。ようこそ。それでは、質
近い将来このプロジェクトを開始します。リスト、マスコットイコミア、話すのはあなたに。ねえ、エキア、あなたは最新の翻訳を見ていますか？私、日本語の単語と語句。Google は別の言語に翻訳した後翻訳します。日本に戻るプロセスです。そうです。だから、プロジェクトのビデオの1ビデオでお客様。これまで、モスクワでは、ピッツェリアやマスコットを展示してきました。私は原則を説明します。今後は、新しい翻訳された文字と名前も表示されます。これらの名前と単語を翻訳するかどうか尋ねます。質問の候補と同様に、5つの質問の正しい答えを書く人。とにかく、失った人、ヤリー。あなたが知っているからといって、ペナルティキックを待ってはいけません。法律の正義のためです。それでは、準備をしましょう。準備ができました。3つ全てが連携します。ママね。しかし、私は行こう。質問1。この翻訳された名前の名前は何ですか？ジョフ・ビリアード。わかりません。もちろん、私は。それが何だった？一般、英語。はい、モスクワ。マクニール、モ、キャン。そうです。なぜあなたは彼を一発で認識したので。すごい。たくさんのパンを。ミラノで期待。たくさんのパン。モスクワの一つの良い質問グループ。たくさんのパンを。はい、正解します。他のものが。質問に。この翻訳された名前の名前は何ですか？おそらくそう。ガイアナ広場、ギニア。一般、英語。はい、モスクワ。自分の。死ななかったのでごめんなさい。はい、そうです。別の料理。参加。はい、名誉と欲は。ヤギの5つのグループ。リリース済み。または多分、英語。はい、そして比喩で。友達のレブチェンが、このく。すごい。アクミア日曜日、本当の質問。やった、フルーツ調味。パンは後で購入できます。今、すべての質問が出てきます。キャコールとキャンキャンは成功した。笑ってください。発表する。前回の試合での勝利が変わりました。イスクドヒン。これは誤り。高さを勝ち取った。アクミアさん、ありがとうございました。現場で。大前味から。しかし、アキミ長に感謝。ありがとうございます。つまり、チームの大きなペナルティでもあります。すぐになっていきます。一つのエリア。これが目は大きいです。私たちはラミが大好き。断食します。手が一。猫、右、ラップ、ラビなら。全体として、エドナ。ケイに、イベントを楽しんだら、返信してください。はい、ずっと、一。私はラミを自分で救います。サーシャを殺し。いいえ、私たちのグリッチ更新メールなんて素晴らしい。